でね、場所も聞いてきましたよ。そのね、プリンの場所も聞いてきましたからね。比較的回させてもらって、で、あの中のところとかも、せっかくね、あの撮影許可下りたんで、撮っていいですかね、いいですよ、いいですよってね、いただきましたね。もうね、ここぞとばかりですね、うちのこの、チャンネル登録数は8人しかいませんが、この8人はね、あの確実に来るようなですね、プロモーションを行いたいなと思っておる次第でございます。で、やっぱしね、この先にあるね、畑のところとかね、全部ね、ちょっと止めながら行こう、もう全然車もないからね。このね、見えますよ、このね、緑色のやつとかね、これね、全部やっぱ玉ねぎなんですってね、9月3日に玉ねぎ祭りっていう祭りをやって、そこでまた火事の模様とかもやるらしいんでね、これはちょっとプランに入れましょう。うん、ちなみにあれなんですね、神戸ナンバーなんですね、この辺りは。すごいな。起伏も結構あるな。面白いな。丸ごキッチンって書いてある看板出てましたけど、これは丸ごキッチンっていうのがそうなんですね。さっきのね、資料館のところのところに、カフェが併設してあって、そのカフェが、土日営業なんですね。休日営業っていうことなんですね。なるほど、なるほど。まあ確かに、ちょっと気になりますよね、そういうの。右手って言ってましたね。右手。降りてく途中に、やはりね、私はね、その、言う意味ではね、卵屋さんはね、見事に、卵屋さんらしいですわ。まあまあまあ、だからね、養鶏場がプリン作っとる。産み立てプリンですね。どういうことなんや、という、ちょっとね、わかりませんからね、ちょっとこれはね、本当に見ないことには。もうこうなったら絶対買いますよ。しかし本当玉ねぎやな。なかなかこんだけ玉ねぎ畑が広がっとるのも珍しいですからね、うちらの方からしたら。ちなみにさすがにやっぱり翌日っていうのも驚かれましたね。そうですよね、近所の見かけんカフェやなって感じですからね。そりゃそうでしょ。行き過ぎたんやろな、俺。どこやろ、これか、これっぽいな。あ、これや、これや、養鶏場って。入ってみたけど、これは通りなさそうかな。通りなさそう。まあね、入ろうと思ったらね、画面には映ってないと思いますけどね、案内が出てて、矢印が出てると思ったんですけど、トレーラーが思いっきし荷役やっててましてね、トレーラーじゃないかね、8トンかな、トラック、8トントラックだと思いますけどね、全く入るよとか、あ、でも、この辺りも養鶏場やな。あれ、養鶏場やから、これ、平飼いか。卵のマークある。出てきた、卵のマークで出てきましたね。もう周囲に安全確認してゆっくりね、ゆっくり進んでますからね、今これ撮ってますけど、この道、これすげえ、何これ、何これ、何これ、何じゃこれ、え、おお、何だこれ。
ちょっと想像しとっ、なんか想像しとったのと違うな。これはもうさっぱりわからんぞ。これはもうさっぱりわからんぞ。すいません、来ましたよ。でも、ここにいるの、それ。これ、丸ごと卵プリン、自動販売機。世界初、まあ、世界初でしょうね。見たことはありませんし、まず、丸ごと食べるプリン自体を初めて聞くんやけど、誰かおるのかな？北坂卵ってこれ、ここが直売所みたいですけど、さて、ということでね、買いましょう。でね、これはプリンを買ったんでね、私はね、四国上陸はちょっと諦めましょう、今回はね。もうこの時点で2時20分ですからね。いや、というか、十分な取れ高でございます、地元の人。地元のね。ただ、はい、続々とね、続々とね、奥様方から夕飯に使う卵なのかな。いや、夕飯に使う卵にしては規模がすごいな。南から出れるのかな。私は知らんと南に舵を切りましたけど、うん、地元のおばあちゃんがみんな卵を あ、こんにちは。こっちからって出れます？こっちからってずっといて出れます？うん、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 あ、行きます。あ、ありがとうございます。どうもすいません。すごいな。これ、エクエですね。いや、養鶏場のいかにも卵っていうのは、30個のケース用の入れるやつあるじゃないですか。あれをね、皆さん持ってらしてて、これにね、卵をくださいなともらってくのがね、どうも、ここの主流のやり方みたいですね。はぁー。で、これまた、そこそこでまたあったらいけるけど。はぁー。味しもありますね。これはちょっと想定外でしたよ。さあ、ということでね、撮影、そうか、撮影はちょっと止めてますけど、ちょっと今回のところはね、ね、作り自体がね、すごい思いのほかといったらいけません。モダンの作りでちょっとびっくりしてしましたけど、お店の中でね、お店の方見えましてね、今早速買わせていただきましたけど、さあ、あ、これでインターの南側じゃ、インターの南から入った方がこれ来やすいんじゃないかな。来やすいんじゃないかなって気がしますけどね。どうなんでしょう、道的なそっちの方のからやっぱ正直なのか、もう一回ちょっと地図調べてみましょう。もうちょっと走りましょう。もうちょっと徳島諦めましょう。今回は徳島諦めてですね、ちょっとこれ淡路島を巡りましょうよ。これちょっと淡路島思ったよりいろいろありますね。どうですかこの感じ。あらこれは海が見えて絶景じゃないですか。これいいじゃないですか。いや、これいいじゃないですか。これなんかね、海なんかが見えますよ。これいいじゃないですか。あ、でも、もう船がある。まあね、船とかはね、別にね、うちでもね、そんなに珍しい。ねえ、わけでね、北段水産加工会。水産加工場があるって感じるかな。いろいろ、干物とかかな。こんな感じやと、感じる感じでしょうね。あー、すごい。あ、港や。思いっきり潮の香りがしてきた。港があって。あ、すごい。あー、港や。
ぐるりとぐるりと迷子になってるけど、あんま岸迷子やけど、岸地元の漁港ですね。西の牧場もあって、なんか白子の漁港みたいな感じですね、感じで言うと。白子っていうか、あそこ、白塚か、白塚の漁港みたいな感じになってますね。これはね、逃げるところね、岩壁なんてのはね、私はね、経験上からいくとですよ、ドツボにはまることが多いんですよ。今ね、ちなみに前がこんな感じですね。こんな感じなんですよね。やっちまったなぁ。Uターンできるかな。これ、船とかもあったってね。これね、カメラでは分かりにくいですけど、すごいね、磯の香りがするんですよ。ね、なんか、心なしか、磯の香りが伊勢湾とやっぱ違う気がしますね。うん。多分風の吹き向き方が逆になるんで、そういうのとかかもしれませんけどね。うん。内海とかそういうのにあるんでしょうね。いやー、すごい、この法則ね。水産、この辺りはあれかな、水産加工場ですね。干物とかかな、とか取る、あー干物でしょうね。いかにもこれ干物を作るよっていう網棚置くようなやつが並んでますもんね。いやいやいや、いいですね。いい、ちょっと飲み物買ってきましょうか。まあ、まあ、あとましたよ。ほい、ということでね、とりあえずここでもちょっとお土産を買い足して、こっちの方まで来るとね、ナルトの土産も増えてますんでね、ということでね、ちょっと買い足して、ね、来たんでね、いろいろと買ったんでね、ちょっとね、買ったやつをね、おさらいしていこうと思いますよ。ここでですね、よいしょ。ちょっともうさ、ちょっとエナジーもつけましてですね、すみません、お行儀が悪いのはヘクモス状態なんですけど、ちょっと汚れ掃除もね多いんで、これですねよし、ということでね、とりあえずね、その当時ね、肩もね、ちょっとおさらいしていこうと思いますよ。まずね、これね、これさっきの瀬戸内のところね、これは本市連絡会長のね、あのマスコットキャラクター、相変わらずこれがね、使われてますね、ということでね、で、買ったのが、このね、なんでしょ、甘いちごさきちゃって、わかります、甘いちごさきちゃってね、いちごのうさきちゃんの絵のね、やつ、なんかね、可愛らしいんでね、これね、ちょっとね、ちょっと、女性向けのお土産にね、ちょうどいいんじゃないかと。これで、買わせていただきまして、あとね、これはね、個人的にちょっと気になってね、なんか、淡路島のゴーフルとかね、ゴーフルとかね、あるらしいです。これのね、これでかいのでもいいやないからね、なんて思ったんですけど、要は、逆光、全然見えてないな。これね、なんかね、でも作っとるところはね、なんかね、埼玉らしいんですよ。でね、しましたけどね、あとはね、これはね、もう南アジアで作ってるけどね、なんかね、やっぱね、玉ねぎですからね、玉ねぎのネガネはね、ちなみにね、全然5月3日に玉ねぎ祭りって言ってたんで、やっぱもうちょっとなんですね、取り始め、あ、でも新物の玉ねぎはちょっと 出回り始めてましたけどね、そう、にプラス何を買ってきたかと言いますと、大阪バナナは言ったよな。なんで大阪でバナナやねん話しましたもんね。これは牛。ね、そう、これはまだか。では今のところで買ってきたらね。淡路島やっぱ牛乳なんですね。牛乳が有名だったみたいなんで、とりあえずこの辺りとかで買ってもらったらってことだね。牛乳、ミルクパイク。この辺りなんかもね。この辺りをメインの上で。
これ職場の名義にしとこうかなっていうの、遠くまで行ったら缶を出すのにね、スラティにしときましょう。これスラティにとったら徳島って感じですかね。まるで四国まで行ってきた感じが出ますからね、これで、四国には実際に上陸しませんでしたけど、今回は、変わらず余ってですね、スラティを出してですね、さぞかせお前中国まで行ってきた感じですね、中国じゃない、四国の方まで行ってきたからに見せかけましょうということでですね、まあまあ十分淡路島行ってあれなんですけどね、あとはね、なんかね面白いのは淡路島ソースっていうのがあるんです。しかもね、これ見てわかります、あれ、ね、通常のとね、肉専用っていうのがあってね、ちょっとこれ美味しそうじゃないですか、肉専用ソースって。もうたっぷり玉ねぎが、淡路島産の玉ねぎをたっぷり使った肉料理専門ソースっていうことでね、ちょっとね、ちょうどね、豚肉の塊買ったんでね、それに入ってスライスして焼いて食べようかなっていうね、ちょっと混沌で交代。これは美味しそうじゃないですか。で、ね、車の中冷やす原因でもあるんですけど、よいしょ。でね、ああ、そう。先のところにな、これはね、これスーパーで買ったやつなんですけどね、これおかしいですよね、ちょっとね、鉄火巻き買ってきたんですけどね、わかりますか、なんかこの鉄火巻きのおかしさ、中巻きぐらいの太さがあるんですよ、これ鉄火巻きってなってますけどね、549円ってなってます、マイマートさんのところで買ってきましたけど、ちょっとマグロのでかさ異常じゃないですか、これ。この大きさですよ。これはね、ちょっと気になるもんでね、思わず買ってしまいましたよ。うん、これをね、まあまあ、これパック付きながら行ってもいいですけどね。うん。せっかくなんで、これパック付いていきましょうか。うん。パック付きながら行きましょう。あとはね、別で、お弁当で買ってありますよね。これ、夕飯用のお弁当ね。ちなみに豚キムらしいんで、昨日私、豚キム作っとったんで、まるっきり被ってますけどね。まあまあまあ。でも、だいぶとね、彩りとかも違いますしね。だよね、これ369円なんですけどね、これボリュームがすごいあるんですよね、一応落としときます、金鋭、まあ多分あの写真撮ってますけど、多分食べるときまた写真撮ると思いますけど、スマホの方で、そのあとはね、どうしようかね、一応ねインスタグラムを開設してみたんですよ、フェイスブックの方が最近ね、いろいろとやってますんでね、なかなかね、文字の更新ができないんで、やっぱツイッターと違って、ちょっと長い文を打てるのがいいですよね。うん。なんならサークルのサイトを別途作ってね、それで、ね、あれしてもいいかなと思って、これは食べましょう。ちょっと誰か持って食べましょう。これはインパクトありますもん。で、一応ね、ベンチマーク用に買ったんですけど、ベンチマーク用みたいな容器買っちゃったな。これがね、今回の多分お土産メインディッシュですよ。これがね、北坂卵。まさに養鶏場という北坂さんってところが作っとる卵らしいですけど、ね、写真から見たらおかしいですよね。完全に卵の殻を破ってなんか食べるみたいになってますよね。卵丸ごとプリンってことでね。これが一体どんなんなのか、写真は調理イメージですとはなってますけど、純国産鶏桜卵使用、桜卵実際売ってました。うん、なんかね、結構ね、肥料とか結構というか、かなりね、肥料とかにこだわって作った卵を使ってるってことで、でね、その卵自体が気になったんでね、卵は卵でか、これね、卵ですよ、ちゃんと卵、こんな感じでね、卵なんですけど、これ卵のね、2種類あってね、よいしょ、ほんと家帰ってからやるかなと思ったんですけどね、こういうのは、よいしょと、こんな感じでね、ちょっとね、休憩があってちょっと今休憩も兼ねてますんでね、白い卵と、茶色いやつ、中の卵の色もこっちの方が赤玉、いわゆる赤玉で、こっちもね、白玉ではなくて、ね、桜色みたいなね、色がついてるんですけどね、うん、まあパッケージは白に入ってますけどね、こっちもね、かなり、
市場とかでも相当こだわりを持ってやってますっていうことでね、ちなみに、君の味が濃いのがこっちって言ってたんで、卵かけご飯するならこっちのがいいと思いますということです。で調理とかに使うならぜひこちらの方をということなんで、ちょっとね、片方ずつ買ってね、ぜひこれ持ってね、ちょっとね改めてね食べ比べとかもしてみたいと思っておりますよ。でこんだけ卵を買ったのに、まさかのね、その後によってはスーパーがね卵特売でね、これ1円ですよ、10個入りで1円ですよ、意味わからんですよ、うん、普通の卵ですよ、普通に美味しそうな卵です。ちなみに高松の卵ってなってますけどね、うん、あ、てかでもこれ L サイズやん、L サイズで1円はないでしょ。いやーすごいですね、すごいなこれ、ね、うん、まあでも売ってました、すごいです。ちょっと本土のスーパーも買うわけですこれ。であとはねちょっと細かいするやつでね、これね釘煮もうね、淡路島といえば釘煮ですよね、これね、釘煮とか、あとはねここからっけどね、すだち麺っていう、すだちが麺に練り込んであるらしいですっていう麺があるらしくてね、岡本製麺さんってところが作ってる、徳島の麺ですね、まあ、徳島みたいな土産になるかなと思う。これもね地元のスーパーの方です、あのマイマーツのスーパーでね。あーとはやね、さっきから俺からもねチラチラともないんで出てきましたね、淡路島といえば淡路島牛乳ってことでね、牛乳買ってきました。ちょうどね牛乳切れてたんですよ、牛乳はね私すぐに飲みますからね、あの小学かな中学とかの時はね1リットル気の無理になってねやってましたからね、まあその後お腹痛くなるのはご愛嬌ですけどね、そう、いうこともねやったりしながら、過ごしておりました。